私はサンちゃんとお昼ご飯を食べようと思うんだ。なるほど。つまり手料理を作ってきたから、コスモス会長とサンちゃんが二人でお昼ご飯を食べられる状況を僕が作り出せばいいんですね。なぜ私の計画が分かったのだい。つい先ほど予習済みですので。ごめんね、サンちゃん、ファイル運ぶのを手伝ってもらって。俺とお前の仲じゃないか。お、コスモスさん、どうもっす。やあやあ、オーガ殿、本日はまっこと晴天にて、小生は屋上で昼寝を取りたくなってしまいますぞ。あ、なぜ侍になった。どうかしました、コスモスさん。どうやらこの女は緊張して芝居をすると衛世侍になるらしい。と、キサラギ殿、よきに計らえ。計らえよか。ああ、あれですね、コスモス会長。え、せっかくサンちゃんと友達になったから、お昼ご飯でも一緒に食べようって誘いに来たんですか。さよう。え、いいんすか。無論秘伝の好物の串カツも入っておりますぞ。さあさあ。いや、助かります。あ、でもそれならジョウロも一緒に。僕は昼休み、別のこと会う約束があるから厳しいかな。え、そうなのか。まったく、お前も隅に置けないな。だからお昼は二人で食べてよ。ああ、分かったぜ。ではこれにてごめん。 Let's take it slow. Who cares where we gotta be. You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it